く戻ったわ。お帰りなさい、あなたが生まれた町よ。フォンテインのこと怒っているでしょ。真実を知ったのだから当然ね。あなたは彼の道具だったの。彼を救うためにラプチャーに連れ戻されたのよ。私の大切な子供たちを救ってくれてありがとう。フォンテインがあなたにかけたコントロールを少しだけ解いておいたわ。今後は完全なコントロールはできないはずよ。だけど彼はまだ気に障るような指示を出してくることはできるわ。あなたの頭脳は多くの鍵と鍵穴から成り立っているのよ。フォンテインのほとんどの鍵を持っているけど、それが全てではないわ。スーチョンがあなたの頭脳をデザインし、フォンテインに操り方を教えたの。マーキュリースイートにあるスーチョンの自宅へ行けば答えが見つかるかもしれないわ。ママは彼が守ってくれるって言ってた。一緒に来て。ねえ、それは私の。私たちを救ってくれるわ。彼は好き。彼は誰？来てくれたんだわ。だがそんなに長続きもせんだろうがな。フォンテインのコントロールから抜け出せればマリアを守れるわ。そして彼の薄い汚れた手からあの子たちを守れるわ。
があるはずよ。きっとあなたの遺伝子にその秘密が隠されているわ。子供に贈り物を持たせるわ。きっとあなたの助けになるはずよ。Thank you.
セネンバウムは君の考えのような女ではないぞ。ナイチンゲールとでも言うのか。そんな幻想はすぐに崩れ去る。私はいろんな世渡り上手を見てきたが、それだけでこのラプチャーや第二次世界大戦を無傷で過ごすことなどできるわけがない。君を見守っているのはそういう存在なのだ。今までずっと我々は進展し続けていると思っていたよ。我々の持つスキナーボックスや電気ショックとともに、なんという時間の無駄だったんだ。アダムに行き着くまでは子供ですら手なずけることができなかったとはな。モンテインは子供のために記憶を与えた。その子の脳に植え付けるための歴史をね。子供は人間ではなくジュークボックスのようなものだった。奴の聞きたい音楽をいつも奏でる準備ができているようにしつけられたね。フォンテインは今やラプチャーでは都市伝説のようなものだ。それがまた奴に権力を与えている。だがペテン氏は裏を返してもペテン氏だ。もちろん他の都市は違うないても、それはいつか自分が騙されるんじゃないかということだ。だから奴はロッド192、つまり精神コントロールプラスミドの解毒剤を作らせたのだろう。フォンテインは私にこの解毒剤のことは誰にも漏らさぬよう釘を刺した。テネンバウムにもだ。何か裏があると思ってたのよ。スーちゃんはいつも何か秘密を隠していたわ。いつもね。彼はきっとロッド192をアポルスクエア近くの彼の研究所に持っているはずよ。だけど前に内緒で持ち出したものが一つ、2階の自分の部屋に隠したの。それが何に使われる薬かは分からなかったわ。でもその時決心した。彼が裏で何かしているなら、私はそれから目を離さないってね。君が我が家で飛び回る羽音が聞こえるよ。トンネへ明るみへ置いて小さなジャイオクサお前と同じでこうしたことは好きじゃない。ここで12年間もやってきたんだ。長年虚偽の世界で生きてきてるんだから、そう簡単には抜けられん。中どもの手に渡っちまう。何一つうまくいかないで